カプフランセの海戦は7年戦争中の1757年10月21日、サンドマのカプフランセ沖において正規したイギリス艦隊とフランス艦隊の間の海戦。イギリスのアーサン・フォレス大将を率いる戦列艦3隻はサンドマでフランス行きの商船を攻撃する任務についていたが、その声であったギー・フランソワ・ドケルさん率いるフランス艦隊が、 大幅に増強されていたことが判明した。ケルさんがイギリス艦隊を撃退しようとしたためフォレストは反撃してフランス艦隊に損害を与えた。しかし艦隊の規模ではフランスが上だったためイギリス艦隊も大損害を被り戦闘から数時間後にフランス艦隊が離脱して港へ戻るとケルさんも艦船の修理に港へ戻った。フランスの商船は 翌月に再び出発してフランスに着いた。戦闘は決着がつかなかったが、イギリスの士官たちは劣勢にもかかわらず勇敢にも戦いに挑んだとしてイギリスで英雄視された。この時の士官の一人の老いが、ホレーショネルソンであった。彼はこの戦闘の日付を基調と見ましたが、48年後の同日にも同じく、 フランス艦隊とトランファルガーの海戦を戦っている。アーサー・フォーレスト大将率いる戦列艦3隻は、トマス・コーツ少将の命令で、ジャマイカから出港して、フランスへ帰る戦隊を襲撃しようとした。イギリス艦隊には、機関の60門艦、オーガスタ、同じく60門艦で、モーリス・サックリングを艦長とするドレッドノート、そしてウィリアム・ラングドン艦長の64門艦、 エディンバラがあった。艦隊は10月21日にカップフランセ沖に着き、フランス戦隊の捜索を始めた。フランス小船隊の護衛であった、キー・フランソワード・ケルサン率いるフランス艦隊は直近に大幅に強化されており、ホレスと艦隊が到着した時点で、戦列艦4隻と大型なフリゲート3隻があった。自軍が大勢なのをわかっていたので、ケルさんは、 イギリス艦隊が、ついですぐ攻撃を仕掛けて打歩しようとした。ケルサン艦隊は、機関の70門艦アントレピードのほか、クラベール艦長の70門艦、セプトレ、無ー艦長の64門艦オピニアトレ、風光艦長の50門艦グリニッチ、44門フリゲートのウターで、32門フリゲートのスワージェ、及びフリゲートのリコーナーがあった。 フランス護衛艦隊が予想よりずっと大規模で、こちらに向かっていることを知ると、フォレストは、全艦長を招いて、オーガスタのご看板で会議を開いた。フォレストが、諸君、彼らは、私たちと交戦しようと出てきたようだねと言うと、サックリングは、彼らを失望させてしまうことが残念だねと返答。ラングドンも同意した。フォレストは、よかろう、各自戦に戻れと言って、会議を終結させ、 ラングドンとサックリングはそのようにした。30秒しかかからなかった会議であった。イギリス艦隊は前からサックリングのドレッドノーとフォレストのオーガスタ、そしてラングドンのエディンバラと一列に並び、フランス艦隊が大勢にもかかわらず、それに向かって進んだ。戦闘は午後3時20分に始まり、2時間半続いた後、ケルさんが 自軍のフリゲートに損傷した機関、アントレピードを牽引する命令を下した。しかし、この命令がフランス艦隊の混乱を招き、アントレピードやグリニッジなどフランス船数隻がお互いに絡まってしまい、絡まりを解くまでオーガスタとエディンバラの激しい放火にさらされる結果となった。その他のフランス船は戦闘から離脱した。イギリス艦隊はすでに戦死23と 負傷89の損害を出し、マストと小柱がバラバラになっており、追撃できる状態になかったため、ジャマイカに戻って修理を行った。戦闘で負傷したケルさんもカプフランスに戻って、戦艦の修理を行った後、11月に再び商船を護送して、フランスへ出発した。フランス艦隊の損害は死傷者、約500から600で、アントレピードは、 マストが破れ、グリニッチは水漏れがひどかった。戦闘は決着がつかず、ケルさんが護送した商戦は遅れたが11月の再出航で無事にフランスに着いた。しかし、イギリスの艦長たちは大勢のフランス艦隊に果敢にも攻撃を仕掛けたことを賞賛された。海軍歴史家のジョン・ノックス・ロートンは、作戦の功労者は、 フォレストと彼の部下たちであり、彼らは躊躇もせずに、格上の相手に攻撃して、まるで全く不利ではなかったように戦ったと評価した。しかし、ケルさんには、不幸が待っていた。護送艦隊は嵐に巻き込まれ、アントレピード、クリニジとウターデがフランスを目前にして、ナンパしてしまったのであった。クリニジは1五十七年三月十八日、ロバート・ロッタムを艦長にして、 サンド・マガイオを航行していたとき、フランスのジョセフ・ド・ボフ・フルモン大将に2日間、追跡された末に打捕されたが、1758年1月1日に、ナンパしたことで早くもその役目を終えた。戦闘、及び、イギリス軍の勇猛さの記憶は18世紀を通して、残った。モーリス・サックリングの甥い、ホレイショ・ネルソンは、おじの武勇伝を知っていたとされ、 ビクトリーのグニー・ウィリアム・ビーティは48年後の同じ日、1805年10月21日に、ネルソンが10月21日は彼の家族において最も嬉しい日であると述べたとしている。彼はまたしばしばトマス・ハーディやアレクサンダー・チョン・スコットに10月21日は我々の日になると言ったという。そしてその日はトラファルガーの海戦の勝利の日。 および彼の死亡の日となった。ありがとうございます。